はい、書社中央公園ですね。駐車場は広い。こんなええとこあるんやね、公園でもね。スケートボードやってる女の子おろしな、お母さんとしな。あでもスケートボード禁止と書いてあるね。お構いなしやな。まあええけど、俺は。でね、この前がね、秀才ぐらいになってますからね、ここ新鮮野菜ね。買えます。ここはね、前の花屋さんがね、なかなかね、前からね、いいんですよ。まあ野菜もあれですけどね、時々野菜がちょっとね、もう早売り切れてね、なくなってる時あるんやけど、まあまあそれはしょうがない。まあちょっと花に興味のある人ね、切り花とかね、やってみてください。まあ駐車場はこのようにね、立派にほら駐車場って書いてある。テニスコートみたいな待って音してますよね。向こうは、学校みたいなあれかな。はい、子供の遊具施設ちょっと見に行きましたね。書社中央公園、環境のいいとこです。書社場も近いしね。あそこは幼稚園かな。幼稚園はやっぱり遊具が多いね。亀さんはね、面白いね、亀さんが、亀さん。犬さん連れてきてんやな、犬さん連れてきた。ね。犬はよう見るけど、亀連れてきてる人って珍しいよな。ここやったらええな。さっきの亀可愛かったな。石が、あ、なんて、亀付き亀やろか。よいしょ。前あれ見た。あれ似てんな、あのヨーデルの森で見たあのでかいカメに。よいしょ。なお姉さん、犬の散歩。簡単な子供の遊具施設あります。まあ、あの、ぶら下がってするやつね。あの子今から賞を持てんやろうな。したけど紐がこっちに消えへんからどない賞を持てはんのな、あれ。お父さんが寄っていったね、お父さんがな。ええお父さんやな。ね。お母さん、お母さんが。な、お父さんがな。ほら、お父さん、元気やで。ね、いい。ほらお母ちゃん喜んではるで。よいしょ。面白いね。こういうのはなんかよく見かけるけど、やっぱりキット化してるのかな。おもちゃ工場で大量生産してあちこちの公園にね、すると効率よく作れるし、まあ、安全基準にはね一定してる、もう確立してるから備え付けやすいよね。それ確かにね、広々してます。走り回ることできるしね、あれ大人が乗ったら壊れそうやからな。大人が乗らないように頼みます。すごいねこれね。商社中央パークと書いてあるね。もう一回パパやりたい。やりたいね。まあ環境のいいとこです。書斎もね、もう一回あるし ね。犬の散歩もできるみたいな ね。はい、本日もね、ご覧いただきありがとうございます。またね、公演シリーズもね、いろいろやっていきたいと思いますのでね、またどうかあったら教えてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録、いいねボタン、よろしければお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。
まだ終わんないぞ。Thank you.